too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Take me down and build me up. I wanna be the...はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は40秒で高速複製のやり方となります。まずは大きな画面が車両複製する人、右上の小さい画面がお手伝いする人ですね。フレンド限定セッションで、車両複製する人がアリーナのジョグをロビーまで開きます。2人はパーティーを組んでいた方がいいですね。そしてフレンドさんは個人車両をカジナの前に行って右十字キーをして、車両を預けます。車両複製する人はね、ずっとロビー待機です。このままね、無操作なんないようにしてください。ではお手伝いする人がバグらせなくちゃいけないんですけれども、これちょっとねタイミングがあるんですけど、コツをつかんじゃえば間違いなくいけます。ではこのまま歩いてカジノのおじさんのところに行きます。そしてまず右十字キーを押します。駐車サービスを押します。2つのね文字が出たら PS ボタンを押して丸を押して戻ります。そしてちょうどこの画面のこの位置ですね、この位置に立って携帯開いて、インターネットからエレジーの RH8 を、無料のものですね、これ購入します。車両入れ替えでもいいし、そのまま購入でもどっちでもいいです。そして購入したらこの画面の状態のまま PS ボタンを押して、パーティーから車両をね複製する人にセッション参加をします。ここでセッション参加をします。そしてここからの操作気をつけてください。警告何も押さずに三角だけ押します。三角押したら左スティックで歩いていきます。おじさんの前に行って右十字キーを押して、画面右下黄色くるくるが 1,2 と回転したら丸丸丸丸丸と連打します。そしてずっとね連打しておきます。でタイミングが悪いとこのように外に出てから参加というボタンが出ちゃって、結局ね、バグっていない状態になります。なのでここでねロビー入っちゃった場合はもう一度ねロビー抜けてやり直すことができます。次はねもうちょっと分かりやすく、タイミング説明していきます。ちょうどおじさんの駐車サービスを右十字キー押してから、金色のくるくるが1回転半から2回ぐらい、まあ要するに右十字キーを押した瞬間の1、2ぐらいの時のタイミングですね。2秒じゃなくて1、2ぐらいの時に丸丸丸丸とドレンダをするっていう感じですね。でやり直す場合、もう一回ね個人車両右十字キーで駐車サービスに預けます。そしてまた中に入っていって、カジノのねおじさんのところで駐車サービスの駐車場とカジノペントハウスの画面をね作っておきます。ではこのままおじさんのところに行き、おじさんの前で右十字キーを押します。右十字キーを押して駐車サービス、この2つの画面の時に PS ボタンを押して丸を押して戻ります。そしてちょうどこの位置ですね、この位置に立って携帯を開いて、無料のエレジー RH8 などを、まあもともといらない車両にね買い足してもいいので、普通にね入れ替えでもいいし、そのまま空きがあればそのまま買っちゃってもいいので、普通に買います。買ってこの車の画面の時に PS ボタンを押して、パーティーから車両を複製するロビーを開いている人に参加押します。そして警告が出たら三角を押して左スティックで歩いていって、おじさんの前で右十字キーを押したら1、2数えて丸丸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 と連打をします。ずっとねこのまま連打してください。連打ずっと連打連打。そうするとね暗くなってロビーに入るかなと思いきや、アリーナの背景が見えたりして、ここにね立ってロードがずっと続いてる、またはね床が完全に抜けて何度も何度もね落ちる状態、どっちかですね、これができれば OK です。このままだいたいね 2,30 秒ぐらいずっとロード入ります。このまま画面をねよーく見て、待機してください。そして車両複製する人、ロビーずーっといても無操作体質になるので気をつけてください。ではお手伝いの人、ロードがずーっと続いている状態でロビーに入ったらすぐにジョブをやめるようにしてください。ロビーをやめるようにします。
ロビーが開きました。ここで次にホストとか文字が見えたらね、すぐに×丸でロビーをやめてください。ここですね。で、やめます。やめたこと確認できたら車両複製する人もロビーをやめます。そしてフレンドさんのね視点でマップ上に個人車両あるけど見えない状態になってて、オプションを押せなければ OK です。車両複製する人は起動作戦センターを要請してください。フレンドさんはね、まあこの辺りね待機してるっていう感じです。車両複製する人は画面っていうか地面の方をね向いてたりしながら起動作戦センターを要請すると、比較的ね近くに湧いたりします。そして起動作戦センターを車両複製のねスピードが速くなるようなこの位置あたりにね停車させておくと楽かなっていう感じです。では複製する人の準備です。まず起動作戦センターは絶対に区画3が個人車両保管庫でないと車両をねセーブできないので、必ずね個人車両保管庫にしてください。武器乗り物ワークショップはダメです。そして複製する車両はこのイッシーレトロ、イッシーをねアップグレードしたこの車両が一番人気ですね。またね予算が少ない人はベニーズの車両で元の値段が5万ドル以下でアップグレードした車両、例えばエレジーをアップグレードしたエレジーレトロカスタムやサルタンをアップグレードしたサルタン RS がおすすめです。そして犠牲車両となる車両ファギオを用意するんですけど、これね必ずクラブハウス以外にファギオを大量用意してください。必ずクラブハウスに、ね、ファギオがない状態にしてください。もしある場合はサンチェスなどを買い足して消すようにしてください。これからね複製する車両全部ファギオのある場所に行くようになりますので、必ずクラブハウスにはファギオがない状態を作ります。そして最初にね何でもいいので1台車両持ってきます。でこの車両にねフレンドさんが乗ります。フレンドさんはこのままねちょっと離れて競馬場の方に行きます。複製する人、ここで注意点です。アクションメニューから MC プレジデントになってファギオを要請します。これ最初イッシーレトロ使ってますけど、最初からファギオでも大丈夫です。必ずね最初に呼んだファギオと違うファギオを右十字キーをして要請します。そしてこのままカジノペントハウスガレージに入っていきます。カジノペントハウスガレージの中に複製したい車両を入れてますので、それをね今度乗り出していきます。フレンドさんは高速複製がねより速くなるようにちょっとね起動作戦センターの近くあたりまで移動します。複製する人は複製したい車両を、ここからね乗り出していきます。イッシーレトロでもいいし、またはエレジーレトロカスタムサルタン RS とか、まあ、複製に適した車両ですね、高額売却できる車両を使います。ではこの車両、複製したい車両をカジノペントハウスガレージから乗り出します。そしてフレンドさんの近くに行きます。ここからねよくナンバープレート見ててください。注意点、フレンドさんだけが車両を降ります。降りた瞬間複製する人の車両のナンバーが変わりました。これで複製された状態になります。これを起動作戦センター区画3個人車両保管庫の中にしまってセーブします。これでねさっきカジノペントハウスガレージに入る前に呼んだファギオがすり替わってエレジーレトロカスタムになったということです。でここからがね連続複製する繰り返す手順です。車両を起動作戦センターから乗り出してフレンドさんの近くに行きます。フレンドさんにこの車両を渡します。そしてフレンドさんはここからちょっと離れて競馬場のあたりまでちょっと行きますね。離れたことを確認したら複製する人は MC プレゼントから必ずね違うファギオを要請してください。ここで呼んだものが全部犠牲車両になるので違うファギオを要請します。まあサンチェスとかねいっぱいある人、クラブハウスになければ OK です。それでも OK ですね。そして要請したらねこのままカジノペントハウスガレージに入ります。フレンドさんは
高速複製がより速くなるように機動作戦センターの近くに移動します。そして複製する人はこれからまた複製したい車両を外に乗り出していきます。もともとあった車両がずっとここにある状態ですね。カスタムナンバープレートはいらないです。外に乗り出します。そしてね、この状態、フレンドさんが同じ車両を乗ってますね。そしてフレンドさんがここで車両を降りると、複製する人の車両のナンバープレートが変わります。フレンドさんがここで車両を降りますね。必ずね、ここフレンドさんだけが車両を降りるようにしてください。ナンバープレート変わったらこのまま機動作戦センターの中にしまいます。これでね、複製完了です。最短で40秒で複製できると思いますね。そしてね、180台ぐらいファギを入れるところあります、クラブハウス以外に。そこに全部一シーレトロを入れた場合、複製した場合は3億ドルを超えることができます。ここから早送りで連続複製します。また車両をね、フレンドさんに渡します。そしてフレンドさんは競馬場の方に移動します。移動したことを確認したら MC プレジデントから複製の犠牲となるファギオを要請します。必ずクラブハウスにないものを読んでください。そしてね、カジノペントハウスガレージに入ります。複製したい車両、カスタムナンバープレートはいらないです。この車両をね、外に乗り出します。まあ、1Cレトロがね、一番いいかなっていう感じはしますけれども、予算がない人はね、本当に LG レトロカスタムとかサルタンアレスでも十分ね、稼げます。外にね、乗り出したらフレンドさんだけが車両を降りるようにします。そうするとナンバーが変わります。変わったらこの複製したい車両を機動作戦センターの中にしまう。こういった感じでね、本当に高速で40秒で1台複製できます。フレンドさんいない人はね、パパテラフレンドコミュニティなどを使ってやってみてください。